国家体育場は台湾高尾市左エ区の中海路と軍港路の交差点にあるスタジアムである。高尾市政府によりワールドゲームズ2009年大会のために建設された。高尾国家体育場は開放式の競技場で4万人席あり、最大で5万5千人まで収容できる。国際陸上競技連盟のクラス1取得の 陸上競技場でソーラーエネルギーにより発電し年間 1MPW の容量がある。サッカー競技場としても台湾で2番目の国際サッカー連盟要求を満たす競技場となる予定である。現在、台湾社会人高級サッカーリーグ所属の台湾電力は下またいがホームスタジアムとして利用している。ワールドゲームズ2009の開会式と閉会式は 本競技場で行われた。本競技場は設計と試行を合わせた形のコンペとなり、台湾の著名なデベロッパーである五女 A 作りが主体となり、経験豊富な竹中工務店とジョインとして、設計は建築家の伊藤富雄が行い、台湾の流通地下森建築士事務所も合同して、コンペを通過した。2006年11月22日に建設を開始し、 2009年1月に完成して試験運用された。ワールドゲームズ開催前に高尾市政府は2009年5月20日に2009芸説用運の夜ワールドゲームズメインスタジアム落成音楽会を開催して落成を祝った。2008年10月24日に行政引体育委員会は本競技場の命名運動を正式に開始した。 同年11月28日の締め切り後に、福、二枚砂子、海と、龍棟の三つの候補が残った。その中から、委員会は競技場の形を考慮して、龍棟に決定した。2009年5月、行政委員体育委員会は、ワールドゲームズ終了後に、本競技場を、接種管理する予定であると発表した。同委員会は、本競技場を、高割稲や、 国家運動選手訓練センター等近隣のスポーツ施設と合わせた上で、スポーツ博物館や国立台湾体育大学南部分校を建設して国家体育園区を形成する予定であるとしている。台湾 S2009 ワールドゲームズスタジアムツーユーズソーラーパワー。httpwww.solarimaginvesting.com2006-07-20 台湾ズ -2009 ワールドゲームズスタジアムツーユーズソーラーパワー両伊サオサムヨウン首相官命名活動技法中時電車法 http ニュース chinatimes.com 二千七シティ二千七シティニュースインク二千七シティニューススポーツインクスポーツコンテント例四千七百五十二 1105万1203プラス112兆81億240万295 00HTML2009 年6月16日閲覧行政インテーク委員会流通訳ナ -2009 星雲海主上官落成点例 h t t p w w w n c p f s g o v t a y l o r w a t t s n e w s n e w s 1 a s p x n コール7 1 2 2 0 0 9年6月16日、閲覧。今日きられ定位回主導流、アグリ命名でせん。自由時報。 http ニュースチャイナタイムズドットコム2 0 7 0 2 0 7ィニュースインク2 0 7ィニューススポーツインクスポーツコンテンツ047521152203プラス112兆81億240万2 9 5 0 0 0 0 h t m l 2 0 0 9年6月16日閲覧王室カ高いチフ よ結束後首上館予定い解説館。中央通信社。http://n.yam.com/.cnas/.life/.200905/.20090518394263.html2009 年6月16日閲覧。ありがとうございます。